始球式です。ノーバウンドで届きました。サッカーで日本中を巻き込んだ感動を起こし、そして今度はその流れが野球につながっていきます。稲葉さん、改めて始球式ご覧になっていかがでしょう。緊張したでしょうね。はい、栗山監督とは以前に対談も行っています。スポーツを応援しようとするその熱が今度は野球の場になりました。